さてどうもこんにちは、ダイダルです。さあ今日はね、ストーリーミッションをやっていきましょう。さあ母語の家にね、コイヤと言われてたと思うんですけど、ここがそうなんでしょうか。かなりでかいお屋敷なんですよね。ここムカつきますね。ラジオのように、ここがすげー母語の家、立派すぎない？バンガ集落を見習え。一度アヒルと一緒に寝てみろ。すいません。おい、勝手に入るんだ。ボゴに呼ばれたんだけど、僕いる？ボゴ、あ、いたいた。うっす、ボゴっていいとこ住んでんよね。びっくりしたよ。俺が呼んだんだ。こいつと二人だけで話したいことがある。ちょクロー見てるし。この行き着く先に何があると思う、キトゥン？俺には聞こえる忍び寄る不吉な足音が。え、うん、何こいつ、なんだお前今、ボゴ様。あいちゃ、なんだなんだ、クロウ来た。クロウじゃん。エピソード8、ラジオのように。顔めっちゃ冷徹やで、お前。あいつがごちゃごちゃうるさいだからだ。ごめんね、話途中だった。いや、いいな、手間が省けた。何手間って。間違えた、それは関係ない。説明した通りな。俺は、ジルガ・パラ・ラオの今を憂いている。俺たちは悪性に虐げられてるんだ。だからこそみんなで力を合わせ立ち上がらねばならぬのだ。はあ、そうですか。さっき思ったんだけど、僕変わったので、頭打ったか？リザーは関わるのの一点張りだけど、本当は今ここで起こっていることをもっと真剣に向き合うべきだよ。お前、わーって口の唾汚ねえな、お前。その通り、ただ、今のお前の見境なしに向かっていくやり方だ、ダメだ。俺にいい考えある、聞いてくれ。ちょっと、クロウがおるから大丈夫やろうけど、どうなんやろ。突然、母語に目覚めた反体制の情熱、その熱い言葉に突き起こされ、私は母語の依頼を引き受けることを快諾したのだった。なんかやっちゃうの？ボゴとクロウが先行、私は後から行けばいいんだよね。ボゴの作戦でおさらいしておこう。今日は慰問団訪問日だから、警備が手数になっていて忍び込みやすい。今回の作戦はビスマレア施設の写真を撮ることだ。ね。はあ、選手、右舷側？わかんない。右舷？右？わかんねえや、行こうっと。よし。それでは作戦地点へ向かえ。高い高い高い空の地点ですね。目指していきましょう。700メーター先、700ヤードが。でもなんか道中にほら、この青いやつあるから、ね、重力ゲージは回収しながらゆっくりといけそうですよね。なんかすげえ重力ゲージのやつあるんだけど、なんで、こんな用意してくれてんの？そんないらんけど、そんな多く置かれても。なんやろ、それ。おーっと。試し撮りしてみようかなーっていう。あ、ここからでも撮れんだ。見切れてる。よし。ちょっと待ってね。これ結構むずいよ。ズームアウトして。どうだ？バッチー！よし。それじゃあ改めて向かいましょうか。作戦地点へ。ちょっと回収しておきたいけど、もういいか。これ途中で落ちるから、どうせ。落ちるところで回収しちゃおう。うわ、また赤くなってきた、これ。狙われんじゃねえの。あ、警備が手薄だから、もう今は狙われないのかな。おーっと。よし。すぐ回復。そんな落ちないんだよね、これ。こいつの下についてる砲台は整備中なんだっけ。うわ、あのでっかい砲台何撃つんだろうな。上に出なければ大丈夫だ。こっそり合流地点行こう。よし。お、到着。チュイ、マラ。入れ。え、僕も行くの？あれあれ。黒き湿布だ。うわ、撃ってる撃ってる。めっちゃ撃ってる。すごいな、お前。グッ、ええやー、当たらんの？
クロウすごい、すげえな、避けるな全部。作戦通り侵入成功。写真写真、ビスマリア要塞のメインデッキのね、なんこれ、カンバシてっぺんからと。なんかいっぱいあるんだ、わかんないけど、とりあえず行くか。またこういうミッションねえ、せや、ちょっとあれだよね。雰囲気出すか、ちょっと。キャットスーツ。行くぜ、みんな。さあ、ここからだ。まずはお前を、やっつけよう。やっつけらんねえ。さあ、一人ぶっ殺しちゃった。警戒度すげえ上がっちゃったけど。あそこにどうやって行こう。上から行けねえのかな。一回やってみていい、上から。めっちゃ警戒されてるから、警戒ゼロになったらな。異常なし。ほんとか？おお。あのままいけんじゃないの？むむ？侵入者だって見つかった？あ、ダメなんだこれ。うわわ、見つかった。あ、やっぱ空はダメなんだねこれ。当たり前かよ。さて、気づかれそうになるとやばい。見つからないように気をつけよう。警備の薄いところを探したり、重力チェンジを使って兵士から見えない場所を通ると安全だよっていう。開けた場所は空中は非常に見つかりやすい。破れかぶれで行動したらなんとかなるかもしれませんね。通報されなきゃいい。オッケーです。とりあえず、あっちの方の高台目指していきましょう。こういうやつとか一人でいるやつはね、蹴ればいいんだよね。あ、バレた？大丈夫だよね。一瞬ビクッとした。じゃあ次があっちだね。こっち側は警備薄そうだよね。よし。オッケー。さあ、ここまではいいとしましょう。さあ、次、あそこだな。高いところとな。どうやって行こうかな。二箇所だよね。じゃあ、まず、こっちでいいよ。むむ！あ、やばい。いや、バレた、もう。バレちた？うわー、これすぐ見つかっちゃうって。どこにいるかわかんねえ。あ、ここからなんだ。優しい世界。ちょっとこっち側行くか。むずいね。あそこに人がいるよね。あいつをやっつけたいな。あぶね。キック。どうだ。兵士はある程度はね、最低限やっつけたらいいから。本当かなそれは。あそこの下とか歩いていけそう。ここ、なんか行った気がした。気のせい気のせい気のせい。大丈夫ここ。あそこの兵士いるんだよな。なんか壁走りでうまいこと抜けていこう。さあ次ここだな。うわ、酔いそうこれ。頭おかしくなる。あそこに普通におるな。さあこの狭いとこ通って、あとはあの上だな。さあ、ここまでよしでしょう。よしこちゃんでしょ、よしこちゃん。ここ通っていく？下。ここら辺からなら上に行けるかなっていう。そう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 。いないよね、なんも。見てる人。あそこおるな、めちゃめちゃ。危なっ！よし、さあ、ここまでようやくやってきましたね。
見張りがいないや。来た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 。じゃあこの上のところ撮影しちゃいましょう。これ撮ればいいの？え？ちょっと映りたいじゃんね、自分もきっともね。もっと正面から撮ろう。あ、正面から大事？正面から。うまく撮れた。よし。次はメインデッキ上だな。こんなでいいよね。警備いないし。警備マジでいいね。ここちょろいな。首が。よし。さあここの要塞の写真を撮ろう。三脚モードにして。こういうことしてたら怒られるんだけどね、ほんと。あ、出た。いや、普通に撮っちゃう。完璧。終わり？使用戦の写真。強もんで母語と合流するチャンスだ。チャンスや、行けってことだね。強もんへ向かえ。これもうこっちでいいんじゃねえの？空から行って、高いとこから行って、変なところで、落ちる。え、侵入者あり？なんで？うわぁ！空から行っちゃダメなんだ。気をつけましょう。結構普通に撃たれたな、今。大丈夫？ここ。雑に落ちたけど。警備は？警備いないね、ここ。さあ、どんどん下まで降りていきましょうか。この下とか警備いそうだよな。どうしよう。あそこもいる。あっちにしよう。この辺だったら大丈夫でしょう。さあ、あともうちょっとですね。おーおーおお。この砲台とかかっこよくね。見張りちょいちょいいるな。本番だってどうすんだよ。誰かいる？え？ああ、いたぞって何？え？今ダメなの？今ので。ああ、いいのか。誰お前。何コツコツ隠れてた？どういうつもりだ？許されてると思ってんのか？え？それは？何してたんだよ。頼むぜ、ほんと。え？イモンダの人たちだよね。一発お見合いするわけには。覚悟できてるよ。行くぞ！え？何？え、あれ？変なことしないで何するの？何されてんの、キトゥン。え？後ろなんか服あるけど。じっとしててよ。手間かけさせないで。客が待ってるぞ。ちゃんと隠しといてよね。ごちゃごちゃうるさいやつだな。プロなら、度胸一発。え？なになになに？キテ何してんの？え？歌うの？キテ。え？どうしよう？え？赤い？リンゴ？空に？落ちて？
知らんけど。は？どういうこと？う、歌えんのお前。え？なんかすごい。おい、きっと綺麗やないか。なんで歌えんのお前、度胸すごいな。いや、あってなのかな、タイトル今の。急になんか、髪型で変わるねんな、人って。ねえ、俺の声うるせえと思ってる人は、ね、うるさいよね。いやまあね、みんなグラビティデイズ2おもろいから買おうな。あらー、赤いドレスが似合ってるよね。やっぱ目が赤だしね。パツキンのチャンネル最高ですね。頭のあれどうなってんだろうな。え、気持ちよく歌ってたのに？嘘！おい、邪魔だお前！ボゴの声？ボゴに売られたってこと？許さねえ、ボゴ！ふざけんなお前！もう全部ぶっ殺してやるから、おめえら！もう全部物投げまくってやる！ほら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 ！なやお前！ほら！ほら、やんのかおめえ、まだやんのかおめえ、ほら。ほら。おい、邪魔邪魔。おい、次誰？まだいるの？ひたすら会場の椅子、物があれば重力通過の力100億人できたからな。よし、あったな、あったな、あったな。兵士たちが増えてる。まあまあまあ、大したことないです。ね。よし、うわ、あっちにめっちゃおるやん。黒来た！ありがとう、黒！早く倒して逃げるぞーって。さすがだな、クロー。助かる。よし。あの機械、早くやっつけようぜ。ちょ、蹴った方が早いわ。よし。早く壊れろ。なかなか壊れんな、こいつ。クリスタルが。よし。これ、ここ、弱点。よし、よっしゃ。機械がね、早くやっつけとかで言うと、若干めんどくせえからな。よし。オッケー。さあ、あと雑魚敵たちよ。おら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 、物投げろ物投げろ。多すぎる多すぎる多すぎるだろこれ。お、船も来たぞ。よし、上の飛んでる船すぐ落ちるんじゃねこれ。なんか申し訳ねえけど叩き落とすか。やべえ、普通に落ちていく。よし、おらおらおら、お前俺を散々見張りで撃ち落としやがって、覚えとけよ。よし、まだ来んのか兵士。もう蹴るか。よし、蹴って蹴って、まあ、蹴るだけでもね、全部一撃でやっつけれるから、この辺の雑魚たちは。よし、さあ、ほぼほぼやっつけたけど、まだいるか。よいしょ。蹴って、ダメージはね、ぶっちゃけ見てもらったらわかるんですけど、全然食らっとらんねん。そこまでだ、どうした？動くな！何それ。めっちゃおるな、兵士。え、ちょっと待って。なんで？みんな捕まってんの？なんやかんやうまくいきましたね。ボコに売られた。ああ、詳しい話の続きはうちの花屋敷でな。というわけで、こいつらにはちゃんと説明しておきますね。後ほど逃がせば契約不履行だ。契約が完遂するまでは寸家の寸紹介も今後も。は？どういうこと？ドゥロワ・ハイラレオン総督府。
すげえ閉じ込められてんだけど。あ？蛮族らしい彫り物をしているラオの民よ。このような生き残りがいるとか。ね。写真に収めるよう言っておこう。小娘の方には彫り物なかったか？服を脱がしてみればどこかに。あの子はラオのマミではない。ねえ。下げすみたいなら私だけに下げすめ。お前には別の役割がある。ね、次の契約まで準備してもらおう。採掘兵庫はいくらいでも立てるよ。何？人質の今後はお前たちの働き次第ってことだって。ああ、総督府の上ら方お前たちにご就寝で直接取引がしたいだとよ。くそー、捕まってるからな、みんな。リーダ様。抗えばその代償としてさらなる圧力が生まれる。確かにリーダの言葉の通り、それは私たちの身の上に降りかかったの、来たのだった。人質がいたらどうしようもねえもんな。ジェスチャーで歌う。コスチュームね。ゲットしました。取引 やるしかないな。私が先に行き、入り口で待ってる後から来い。でも、バンガ集落の様子も気になる。うわぁ、もうすごい嫌や、もうこれ。ボコ後でボコボコやで、これ。ボコボコやで、ボコだけに。お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。